おー スプラトゥーン3で出てきたぞ。ヒデオさん出てきたぞ、スプラトゥーン3で。みなさん、こんにちは。ヒデオさんチャンネルです。今日はうなちゃんからアサリを投げられずに逃げまくりつつうなちゃんを探すゲームをやっていきたいと思います。本日はヒデオさんにアサリを10個投げて捕まえるゲームってのをやっていきたいと思うんですけど、もしもヒデオさんに見つかってしまったら、まあ俺が倒されてしまうっていうね、隠れながらスパイみたいにヒデオさんにアサリを10個与えていけたらいいなって思います。よろしくお願いします。さあ、あいつはどこにいるんだ？アサリ、アサリ、アサリ。僕はアサリが好きです。一体どこに行っちまったんだ？あ、奥にいるな。このマサバ海峡って結構縦に長いからね、探すのが大変なんですよ。あ、いた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 。ちょっと待ってよ。おー、空が綺麗。なんかすごいね、あれ。ヒデオさん橋渡ってる。軽快なステップで渡ってるよ。見て。てか、ここ怖いね。こんなとこいる？じゃ、ちょっと投げていこうか。届くか、あれ。うい、うい。オッケー、当たった。なんか来てる。誰もいない。怖い。お化けだ。あ、じゃあ、こっち見た。こっち見たぞ。これ、バレたら本当にやられるので、気をつけましょう、皆さん。バレないようにアサリをくっつけるんや。このアサリを初めて見る人も多分ね、スプラ3買って初めて見る人もいると思うんですけど、あの変な頭したやつ、あいつがヒデオさんだ。歩こう、歩こう。僕は元気。走るの大好き。全然止まらないんだけど、あ、止まった止まった。チャンスチャンス。今チャンスチャンス。よし。バレてない？ちょっとこっち見てない？大丈夫これ？なんか警戒してるぞ。なんかそこにいたよな。投げてみる？気のせいかな。いや、でも、大丈夫、大丈夫。バレて、え、危ねえ！気のせいだと思ってくれればいいんだけど。あ、よかった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 。あれ？あれ、なんか、ヒデオさん、足跡みたいなやつ見てるぞ。てか、まだ奥にも続いてるね。3、2、1、ゴー！さらに奥にも続いてるけど、これなんだろうね。ここにも足跡がある。ここにも足跡がある。めっちゃ気になってる。めっちゃ気になってるぞ。俺も気になる。何これ。飛行機かな？飛び用なのかな？あ、行き止まりじゃないこれ。あって、ヒデオさん。あ、やばいやばい。戻ってくる。怖い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 。おぶれーおぶれーおぶれー今の。おーい、おーい、ドドドーン。はい、1個取っちゃった。一個取っちゃった。一個取っちゃった。自分で取った。アサリは捨てます。ランランル。残り5個ならいける。1、2、3。やばい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 。見つけた見つけた。待て待て、ぬちゃん待て待て。ちょっと待って、身を隠さなきゃ。ふい。来てるか？やばい、来ないで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 。おぉあぶねあぶね。いない。いなくなっちゃった、うなちゃん。バレてない、バレてない。うなちゃん隠れんのうまいから。待って、足跡見つけてね、ヒデオさん。なんか手裏剣みたいになってる。すごっ。ヒデオさん新しい足跡見つけたぞ。足跡に、待って、この足跡外側行ってね。あれ、あーあーウィップアウト。ヒデオさん、この高さ落ちた、怖っ。ヒデオさん、足跡で。ま
まあそうだよな、今下に繋がってたもんな。こんな高いとこから落ちて平気かな。どこに行っちゃったんだ。待って、もう一回ヒレオさんに与えなきゃいけないの、アサリ。大変じゃん。これ顔ついてる。なんだろう、これ。これ何なんだろう。あ、べ、でかくなっちゃった。やべやべ。あ、やべ、バレた、バレた、場所バレた。待って、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。場所バレちゃう。10個になるとね、場所バレちゃうんですよ。まずい。よし。アサリ捨てといた。よし。隠れる。よかった。アサリ捨ててよかった。わかんなくなってる。キョロキョロしてるね。なんとか耐えたんですけど、アサリを結局、あと9個ですね。9個与えなきゃいけないので、なかなかハードモードだ。まずアサリを集めるとこから行かなくちゃいけなくて。よしよし、真ん中にいる間に、今のうちに、隠れたとこから投げていきたい。よし、遮蔽物、あ、危ない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 、これはさすがに危ない。チャンス。一個。やばい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 、バレた？やばい、俺のアサリがバレてる。どこだ？ウラちゃんどこ行ったんだ？こっち、こっち行こう、こっち行こう。こっち、大丈夫か？あー、よかった！危ねえ。なんか儀式みたいにぐるぐる回ってる。危ねえ。バレてる？やばい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 。あ、ここにアサリあるから全部当てればなんとかなるかもしれない。来るな。よーし！よーしよ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 し、捕まえた！捕まえたぞ！で、ヒレオさん捕まえたので、こちらへ来てください。ここが牢屋です。ここにお入りください。え、今回、私、うなチャンネルは、ヒレオくんを捕まえることに成功しました。彼の生態は、まだわかりませんが、一応、スプラトゥーンの世界の妖精だとは、うん、妖精ってあの妖精の方ね。一応わかってるんですけど、さらにその、それ以外の生態が全くわからないので、これから、この牢屋で研究していきたいと思います。捕まっちゃった。かわいい。あれ、僕の家来にするわ。待って、観覧車もある！お、なんかクラゲがやばそう！